バーブラストライサンドはアメリカ合衆国の女優、シンガーソングライター、作家であり、彼女のディスコグラフィーは117枚のシングル、36枚のスタジオアルバム、9枚のコンピレーションアルバム、7枚のライブアルバム、15枚のサウンドトラックアルバムからなる。彼女は世界でのレコード売り上げは1億4500万枚に及んで最も売れた女性の音楽アーティストの一人で、 あり、アメリカレコード協会によって、アメリカで最も売れた女性アーティストと認定されている。アメリカレコード協会によると、彼女の通算アルバム売り上げは6,850万枚に及ぶ。ゴールド認定は52枚、プラチナ認定は31枚に及び、すべての女性歌手とエルビス・プレスリー以外のすべてのレコーディングアーティストを上回っている。また、スター誕生の サウンドトラックを含めて、マルチプラチナを14回達成しており、女性アーティストの最高記録を保持している。彼女は、グラミー賞を8度獲得したほか、生涯貢献賞と、伝説賞も受賞している。ビルボードによると彼女は11枚のアルバムで1位を獲得しているが、これは女性としては最高順位である。ビルボードは、また、彼女を200チャートで、 史上最高の女性アーティスト、ホット100チャートで史上最高のアーティストの一人と認定している。彼女は1960年代、1970年代、1980年代、1990年代、2000年代、2010年代で、それぞれアルバム1位を獲得しているが、これは史上唯一の記録である。2014年にコロンビアレコードから、 パートナーズが発売され、通算10度目となる1位を獲得した。1963年より彼女は、ビルボードのアルバムトップ10入りを34回成し遂げているが、これは女性アーティストとしては最多であり、また初のトップ10入りから最後までの期間は、女性のレコーディングアーティストとしては、歴代最長記録である。彼女は、アメリカ国内で5度シングル1位を獲得している。 1970年代に彼女は4度シングル1位を獲得したがこれはダイアナロスと並んで女性歌手の最多記録である。また1977年から1980年まで4年連続で1位を獲得しているがこれは女性歌手としては初めてのことであった。1974年に追憶によって女性のアーティストのシングル曲としては初めて 米国年間1位を獲得した。ギルティのウー m a n in Love はフランスで史上最も売れたシングルの一つとなった。1964年、彼女はビルボードの年間アルバムチャートのトップ123作のアルバムをランクインさせたが、これは女性アーティストとしては史上初のことであった。1964年10月31日付のビルボードの200アルバムチャートに、 彼女のアルバムが5作ランクインしたが、これは後に、ホイットニー・ヒューストンのアルバムがその死の直後に10作ランクインするまでの、およそ半世紀の間女性アーティストの最多記録であった。1982のメモリーズは女性のアルバムとしては初めて年間1位を獲得した。1977年3月5日から19日間に、アルバム、スター誕生とシングル、 スター誕生の愛のテーマは、女性としては、史上初めて同時1位を達成した。BG's のバリー・ギブがコラボレーションしたアルバム、ギルティは、彼女の最大のヒットアルバムとなり、全世界で1500万枚を売り上げたほか、多数のシングルカットも成功した。アルバム、ギルティとシングル、ウーマミン,ン・ラブは、イギリスで女性としては、史上初めて同時1位を達成した。 ギルティから25年後には、再び彼女とギブがコラボレーションしたギルティプレジャーズは発売された。ありがとうございます。